動物写真家岩合光昭さんが撮影した可愛い猫の写真を集めた写真展が神戸市内の百貨店で開催されています。午前10時にオープンすると会場にはチケットを買い求める多くの人が列を作ります。お目当ては猫の写真。神戸市中央区の大丸神戸店では現在動物写真家の岩合光昭さんが撮影した写真展猫とおじいちゃんが開かれています。写真展では岩合さんが初監督を務めた映画猫とおじいちゃんの撮影現場で岩合さんが撮り下ろしたおよそ160点の作品を展示。離島で猫と暮らしながら友情や家族愛について描いた映画を通して主演を務める落語家の立川志の輔さんや女優の柴崎幸さんたちと猫たちが見せる一瞬の表情を捉えたにゃんとも愛くるしい姿に来場者たちは暑さを忘れて癒されていました。めっちゃ猫が可愛くてなんか映画見たいなと思ったのと同時になんか猫飼いたいなと思いました。猫飼ってくれたら嬉しいな。飼ってくれたらいいな。すぐには無理やけどね。8月8日というのがですね、世界猫の日ということで、撮影の中で、ふとした瞬間の猫の写真であったり、本当に演技をしているかのような猫の可愛らしい写真を展示しております。この写真展は大丸神戸店で今月19日まで開催され、映画猫とおじいちゃんは神戸国際松竹で今月22日まで上映される予定です。